はい、皆さんおはようございます。ジョニエン TV 生放送始まりましたけども、今日は小岩ジョニエンジェルからお届けしておりますが、ちょうどね、今メンバーさんが、まあ、お客さんと一緒に、お客さんと一緒にというか、まあ、メンバーさんが帰ったという、荷物持って帰ったみたいな瞬間なんですけども、そうですね、今日はニキータの出演ですね。小岩の方をお届けしました。火曜日なんで、京都の方は、ディスコナイトで、ハニーバニーマリナさんが出てくれておりましたけども、どうでしたでしょうか。京都さんでね、こうね、つながったら本当面白いんでね、パーッと画面がここに。まあ、そういう時期であいも、もうそろそろもうできるんだろうけど、ちょっと僕はまだすいません勉強不足で、そういうの勉強していかないとなと、まあ、ユーストリームでできれば一番ね面白いかなと思うんだけど、今他の媒体ではできる、もしかしたらできるのかも分かりませんね、そういうのもちょっと探って取り入れていきたいと思います。はい、明日ジョニーエンジェル小岩の方は、僕もまあ小岩いますけども、明日はですね、早い時間に内田さんと待ち合わせ、あ、その前にオファーが入ってるのか、その前に宮沢さんからオファーが入ってるのか、オファーというか、まあ、明日はフェイスブックの友達でね、ボーイとかも好きで、うちにも来てくれた、ね、方と開講というか、昼間お会いして、で、うちに出演してくれる内田昌司さんですね。内田昌司さんが明日はライブやってくれますけども、まあその前に、御徒町の方のね、ライブハウスを紹介して、御徒町の方で待ち合わせして、行きたいなと思っておりますが、はい、まあそうですね、小岩ジョニーエンジェルの方は、内田昌司さんと佐々木ジョージさんのデュオはお届けしてくれます。もう内田さんはね、人気者なんで、京都ツアーもねすごく考えてるんですけども、京都にもねお知り合いがいたので、その辺も巻き込んでというか、ね、来てもらって応援してもらって、京都ツアーもね観光したいと思いますが、観光して観光 しながら観光したいと思いますけども、京都ツアーね、11月12月あたりできればね嬉しいんだけど、僕もね一緒に行きたいし、まあそんな感じで、まあデュオなんで、あ、そうか、内田さん一人だけ連れて行けばいいのか、ユースケがねバッキングギターつけてくれば、ユースケが、そうすると一人で済むから、まあ、こじんまりでもね大丈夫みたいなところがあるんで、まずは内田さんに明日相談してみようかなと思っております。それで、そうですね、11月の20周年のイベントもちょっと内田さんに相談したいことがあったんですけど、まあこれ僕忘れないようにこれメッセージ残してるんですけど、明日お会いしたら、まああと12月14日ですね、ダブルボイスの方が決まっております。あ、懐かしいの池上千秋さんと内田昌司さんのダブルボイスということですね。12月の14日決まっております。でその前にもしかしたら11月のね20周年の20周年ウィークの中で、もしできたらやってほしいなと思っておりますが、まあどうでしょうね、明日ちょっと相談してみます。で、まあ、20周年の枠はユースケも帰ってきますので、枠全部じゃないですけど、ユースケ 2days みたいなのがあるんでね、それもちょっと楽しみにしておいてください。はい、京都の方は明日誰だっけな、ごめんなさい全部把握してなくて、京都は明日は今日はハニーバニー、明日水曜日、あ、明日はユウスケが一人でやる日だ。
ね、ちょっとバンドさんがいないんですけども、ゆうすけのバッキングで、何でも歌える日というふうに歌っておりますが、ぜひね、関西方面の方は、まあ、ね、伴奏しなくても飲み放題3000円とかでやってますのでですね、学生の方は2000円かな、気楽な感じでですね、まあ一杯だけでもいいですし、茶化しにというかですね、ゆうすけが一人で頑張っておりますので、まあお客さんが来たらね、ゆうすけの伴奏でも歌えるような日みたいな、そういう日にしました。明日は、はい、だから明日は京都はそんなゆうすけが一人でね切り盛りして、まあいつも一人で切り盛りしてるんですけども、出演者がいなかったので、そういうゆうすけが一人でギターも抱えてやると、ギターとフライパンを抱えて、まあゆうすけデーですかね明日ね、そんな感じです。で、東京小岩は内田翔司さんの料理に出てもらっております。はい、そんな感じですね。今日は、JNN TV、自分で手で持ってお届けしましたけども、まあ、店内はね、こういうふうに360度回れるということですね。これはこれで面白いかなって。まあ、大体 YouTube でね、ブレてますってこう、メッセージが出るんです。ブレてるのを修正しますかみたいな。メッセージが、ね、出るんですけども、まあ、今回の花確実に出るでしょうね。はい、こんなわけで、まあ、こういうねオールディーズの先人のいろんな影響力を使って僕らはね、生かされてるわけですけども、まあ、これシェリー・フェブラーですね。この彼女がねジョニー・エンジェルって歌ったんですよ。皆さんご存知でしたか、シェリー・フェブラー。ジョニー・エンジェル、ね、こっから取ったっていうことですね、名前は。ね、これはおそらくですけど、サベージの渡辺さんがつけてくれたんですけども、ジョニーエンジェル、かなり京都店にもできて、盛り上がっております。それではまた明日お会いしたいと思います。今夜はジョニーエンジェルからお届けしました。お相手はあっちゃんこと北敦史、提供はミュージックポータルサイトライブの提供でお送りしました。また明日会いましょう。おやすみなさい。バイバーイ。じゃあねー。いやリッキーちゃん本当ね明るくて、あの明るさはどこから来るのかな。どうやってあのテンションを維持するのかなってちょっと聞けばよかったなって。まあね、今度またジョニエン TV にも出てもらいますので、そんな感じです。じゃあねー。なるほど、こうやってやったら本当面白い。天井も見えませんね。こんな感じですね。ジョニーエンジェル、ちっちゃいお店ですけど、よろしくねということで。僕最初ここ来た時ね、こんなちっちゃい店あるんだ。こんなちっちゃい店で大丈夫かなと思ったけど、意外大丈夫でしたね。20周年ですか。はい。